今回、贈られたのは国際ソロプチミスト、三重北が今月9日に四日市市内で開いたチャリティーコンサートやバザーの収益金など合わせて100万円です。今日はソロプチミスト三重北の井浦浩子会長から少しでも役立てていただければと日本赤十字社三重県支部の山川晴久事務局長に目録が手渡されました。 目録を受け取った山川事務局長は温かい志に感謝したいと話していました送られた寄付金は80万円が石川県への義援金に残りの20万円は日赤三重県支部の活動支援に充てられますもう一人お一人は、ね、大変な思いをされていると思うんですだからもう一日も早く元の生活に戻っていただきたいとそれだけが願いです